マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。王子でございます。今回ご紹介するのは、以前建設地周辺をただただ歩いた動画の方をアップさせていただいてるんですけども、飛鳥山レジデンスでございます。王子駅からはですね、徒歩6分表記でございますが、前回の歩いた動画でも、お伝えした通りですね、この飛鳥山公園を通っていくんですけども、ここがですね、全然フラットな感じではございません。でこの飛鳥山公園に隣接したところに建設地がございます。でフラットでないがゆえにですね、こちら、まあ、いわゆる高台立地、まあ、ここ自体も傾斜はしてるんですけども、この王子駅の改札場面から見るとだいぶ高台に位置する形になります。で王子駅からの最短ルートとしては、南口を出て、右ですね、こちら飛鳥山の博物館方面、3つの博物館方面に進みます。でこちら改札出ると早速ですね、階段となります。今ですね、橋を渡って線路を越えました。そしてこちら飛鳥山公園にぶつかります。でルートとしてはですね、こっから一旦登ります。登って線路側に降りて歩いていく形になります。ここもまだまだ階段でございます。で途中てっぺんまで上がらずですね、中段っていうんですかね、一つ上のところを歩いて、ここからこの公園の中では一番下のところまで、下がります。ここも結構階段がきついです。まあ、一応上まで上がって通り出てっていうのもあるんですけども、一応ちょっと最短ルートでですね、向かいます。先ほど駅から渡った橋がこちらですね。でそこから一旦てっぺんではなくて中段っていうんですかね、一番上の下のところですね、歩いていき、そしてこちら線路沿いまで降りてくるのが、これが一番近いですね。まあまあ紅葉を見ながらなので今はいいですけども、これが雨の人がだったり、まあ夜だったりちょっときついというか、女性のハイヒールとかはきつそうですね。土もあるので、あと単純に夜は暗いですね。まあただいいですね、この季節はいいですね、癒されます。電車もたくさん通るので電車好きにはたまらんでございます。駅からぐーっと飛鳥山公園を抜けてですね、こちら最後の上り坂、登った先に飛鳥山レジデンスの建設地がございます。徒歩6分なんですけども、飛鳥山公園の中はちょいとぐるりとですねしなくてはなりません。ただ6分表記はそっちで撮ってるわけじゃないんですかね。実際今全然6分も歩いてないですね。はい、現着でございます。これ徒歩表記どこで撮ってるんですかね。この線路沿いで、これ一旦上がんないと越えられないので、そこで普通に撮ってるんですかね。こっちは公園の中ではないのかな。ちょっとその辺どこで6分表記撮ってるのか確認いたしますが、全然近いですね。ちょっと険しいのと、雨の日とか夜はあんまりいい道のりとは言えないかと思いますが、日中なんかすごい気持ちいいです。朝なんかも気持ちいいでしょうね。でこちらは、まあ、駅場面から見れば全然高台なんですけども、この辺はもう傾斜地になっております。なんで完全ななんかヒルトップっていう感じではないです。この辺は王子駅の利便性を取りたい、重視したいって方には向かない。そういった方はもうこっちの、まあ、いわゆる定地側の駅前の既存タワーだったり、まあ、新築だったら、ガーデンクロス東京王子だったりとかの方が合います。こっちはもう環境を求める方ですね。まあ、来年大河ドラマでまたさらにこの辺が取り上げられるというか、聖地巡礼とかもあるんじゃないかなと思われますけども、まあ、こういった形で渋沢資料館だったりとか博物館だったりとか、あとこの公園ですね、この飛鳥山公園は本当にいいですね。この登る乗り物もありますし、非常に大きい公園でございます。あの王子駅から近くてで、環境も求める方っていう方なので、もう利便性一番ですっていう方で、王子がいいですって方は全くもって合わないです。そういった方はもう下で買った方が絶対いい。で今回ホームページ見るとですね、北向きもあるっぽいんですよね。北方向だとこの戸建て越えてくると、線路
の先まで高い建物ないので眺望いいはずです。多分あれ北向きだと思うんですよね。こちら建設看板でございます。今回 JV ですね、野村不動産、三菱地所レジデンス、近鉄不動産総合地所ということで、ただ施工派施工になってますし、ホームページ見ると管理も発行コミュニティなので、まあ、いわゆる派施工さん持ち込み案件かなとは思います。だからなんかプラウドとかザ・パークハウスとかそういう感じではなんかなさそうなんですよね。設備仕様とか含めてどうなってるかこの後モデルで確認いたしますが、敷地のですね東側、先ほどとは真反対の方に回ってまいりました。現在はこちら南側の道閉ざされてるんですけども、こちらですね南側にも道ができますので南面も接道となります。ここですね、道ができます。で今いるのがこの付近です。先ほどいたのはここを降りた付近でございます。あ、こっちの方が分かりやすいですね。先ほどいたのはここです。王子駅がこっち側でございます。で今いるのがこちらで、こちら側にもサブエントランスを設けて西ヶ原駅までもですね動線、いい形にしてくれてます。まあ、住むこの住戸位置にもよるんですけども、王子駅行くときはこっちのメインの方から出て下っていく形ですね。でこちら西ヶ原行くときはサブエントランス側から出て大通り方面、警察署の方ですね、そちらに向かう形になります。やっぱこれ北向きですね。ありますね、北方向です。だからこっちの方向は、まあ、日当たりはちょっと少しは東入ってますけど、まあそんな期待できないですよね。ただ眺望が抜けてきますね。上の方行くと、上の方ってもこのマンション5階建てなので戸建てを超える3階とかですかね、まあ、4階だと確実になるんですかね。そこからだとぐーっと線路方向を抜けてきます。でこっちの南側だと、ここは今は閉ざされてますけども接道する形になるので、日当たりは確保できます。でこっちのグリーンコートは飛鳥山公園を望みます。まあ飛鳥山公園望むって言ってもこの木が結構背が高いので公園の中を見るって感じではないのかなとは思うんですけど、ただこちらの緑方向なので気持ちがいいですよね。でこちら雪道を迎えに子育て支援施設ですね、まあ、共用棟っていう形になるんですかね、を設ける形になります。まあ、隔て板しっかり上まで決まってますし、一部コンクリートになってるんですけど、なんかこういった低層だとどうせだったらなんか逆張りアウトフレームでやってくれるとよかったかななんてふうに思っちゃいますけどもね、なかなか今の建築機だと難しいですからね。西ヶ原駅まで歩きたいと思います。南北線の西ヶ原駅、まあまあマイナー駅感はあるんですけども、ここから徒歩4分でございます。で王子駅までの道のりと違って全然楽です。途中神社もございます。なのでこれ気持ちいいですね。西ヶ原駅方向から歩いてくるとこういった形で神社を見てその横を入って、そして素敵なマンションへっていう形なので、これ気持ちいいっすよね。なんか家のほんと手前で神社が迎えてくれるって素敵ですよね。鉄道にですねぶつかるところにも鳥居がございます。でこちら大通り出るとですね警察署がございます。滝の川警察署です。機動車も止まってますね。ここは木差しが止まってましたね。かっこいいですね。でこちら電線はあるんですけども、道はしっかりと整備されて広めでございます。途中国立印刷局がございます。はい、あっという間に西ヶ原駅到着でございます。西ヶ原駅から南北線でですね飯田橋駅まで朝ラッシュ時でも10分ちょっとでございます。市ヶ谷でも15分ほどです。まあ、繰り返しにはなるんですけども、王子駅の利便性を取りたいという方ではなくて、王子駅で環境を求めたいという方で、こちら西ヶ原駅を主に利用できる方ですね。そういった方の方が合ってます。だからもう京浜東北線ダイレクトでっていう方だと、まあ低地でも大丈夫であればもう下側で買っちゃった方がいいですね。駅前のタワーなりガーデンクロス東京王子ですね。あとは中古であれば、まあ、有名なザ・ガーデンス東京王子とかですね。南北線はですね日中6分間隔で運転しております。朝ラッシュ時であればもう3分ぐらいで電車も来るので全然時刻表いらずですね。で建設地からこちらの西ヶ原駅まで信号がないので、それ時間も読みやすいですね。駅徒歩4分で
信号なしで、で王子駅に向かうのと違って全然起伏が激しいとかそういう感じではないので、もちろん西ヶ原をメイン利用できる方にとってはかなり希少な立地でございます。なかなか類似マンションもないですからね。はい、場面変わりまして、赤羽のダイエーにおります。モデルルームがこの中にあるということで入りたいと思います。おお、インフォメーションにも書いてますよ。2階飛鳥山レジデンスマンションギャラリー。おお、2階に上がってすぐのところにございます。面白いですね。王子物件ですけども、このダイエーの中でやってるんですね。それでは行っていきたいと思います。行ってきます。はい、見学してまいりました。建設地と駅の動線でいくつか補足があるので、それはすいません、ブログの方でお伝えいたします。先ほど私が歩いたルート、もう少し近い、ルートもありました。王子駅から、右に出て、あちらの橋を渡って右に降りて、もう下に降りちゃった方が早かったですね。あと左から迂回してくるルートもあります。まあそっちはちょっと遠回りですが、あと西ヶ原も、あの信号なしであれば先ほど私が歩いたルートが一番近いんですけども、信号ありで良ければ道路向かいの方があっちで表記取ってるそうです。で王子駅表記はあの私が歩いた方のルート の、 あの正しい方ですね。だからあの小道では取れてるようです。坪単価だと380万円ぐらいが平均です。今後出てくる、東で北方向線路側ですね、無垢重工、まあ、上の 3,4 階なら抜けてくるんじゃないかって私先ほどお伝えしたんですが、あれ、2階ぐらいでも抜けてきます。実際ですね、上がってますね。マンション側の方がグランドレベル高いので、北側の方はですね2階3階でも結構十分抜けてくる形になります。なので日当たりいらないよっていう方で、眺望欲しい方で、北側向きの方は67平米とかマンションの平均占有面積としては70超えてるんですけども、そのマンション内でも狭い部屋設けてきてるので、それでさらに北向きで単価を抑えてくれると買いやすい部屋も出てくるかなと思うので、お若い方だとその北向き出てきた時に響くかもしれないですね。いやー、これもう最初にこれを 結論というか、あの本当思うところを言っちゃうと、これ全く同じ商品で全く同じ価格で考えた時に、プラウドシティ飛鳥山だったらもっともっと反響多かったでしょうね。特に若い方の反響、この飛鳥山レジデンス、って名前が別にダメってわけじゃないんですけど、あのプラウドシティ飛鳥山の方がなんか若い方への響きは絶対いいですよ。野村のシェア率 50% なので、プラドシティでもいいような気がするんですけど、やっぱ長谷子さん主体ではあるので、まあ、管理も長谷子さんなので、プラドシティは名乗らずですね。いやー、これ本当プラドシティだったらなもっと若いかと思って思うんですけどね。ただそもそも立地特性からしても結構年配の方ターゲットになるかなと思うので、まあそれであれば飛鳥山レジデンスでもいいと思うんですけど、ただただ年配の方からだってプラドシティ人気なので、なんかそこ悔やまれますね。もう設備仕様はもうそつなくというか、もう単価なりにはちゃんと仕上げてきてます。ディスポーザーありますし、で今回眺望をですねより楽しむためにハイサッシ、まあ、ハイサッシといっても2100なので、タワマンとかにしちゃうと普通ですけど、まあ、1900から2000もある中で、まあ、大体2000が多いですかね。なので10センチぐらい高いでございます。でさらに眺望楽しむためにオープンキッチンも採用してます。標準です。でキッチン洗面の天板はですねちゃんと天然石を使ってます。スライドウォールドア、洋室のですね、リビングとの境の、はちゃんと背が高いものにしてます。で下レールとかではありません。で浴室も全面パネルですし、ダウンライトです。洗面の三面鏡のかまちもついてましたね。でトイレ手洗いカウンターもついてます。トイレの収納がもうちょっとかっこいいやつだと嬉しかったですけどね。ちゃんと可動式ルーバー面越しも撮ってますし、であと玄関前ですね、ちゃんとゆとりがあって、でそちらですねパルシステム、提携して、そちらに不在時でもですね置いとってくれるようになってます。共用棟っていうのが鉄道向かいにあって、そちらが普通借地かと思ったら違いましたね。サブエントランス側が普通借地でした。ほんと一部なんですけど普通借地です。敷地の 3.5% ぐらいですね。でそれはあの南側にあった神社のものでございます。まあ、そこを借地として借りることによって配当がですね結構綺麗になってて、サブエントランスもですね設けられるので西ヶ原方面にですね行きやすくなってます。
まあ、エントランスホールもオーバンタイル使ってましたし、 1.5 層というかあの庇の部分上げてるんですよね。だから2階15にちょっと食い込む形で庇を上に上げてるので、すごくそこの見た目もいいですね。まあ、学校は滝野川小からの飛鳥中ですね。だから距離はあるんですけど、特に滝野川小距離は出ちゃうんですけど、まあそこ本郷通りですね、そのまままっすぐ行くだけで、まあ途中警察署だったりとか、あと印刷局のとこも警備員さん立ってますしね。で歩道整備されてるので、で人気の通学校なんで、そこは決してマイナスにはならないかなとは思うんですけど、どうしても日常の買い物施設としてはシーズンマートの駅か、もしくは王子の下の方を降りて OK ストアとかになるので、駅からの動線で日常の買い物済ませたいよって方だと、まあそしたらまあ上中里で降りてマレーツプチ寄ってっていう選択肢もありますけどもね、まあ、住んでみるとまあ意外と不便ないかなとは思うんですけども、まあ少なくとも動線上、最寄り駅からの動線上にはないです。だから全体的にこれ繰り返しになっちゃうんですけど、利便性利便性っていう感じじゃなくて、なんか戸建てとかと世田谷物件とか好む人に合ってるかなって感じしますね。結構落ち着いた感じの方が好むマンションかなと思います。まあ、本当同じ単価で利便性求めるんだったらブランドタワー豊洲とか、うん、同じ、売り主系列だったらプラドタワー亀戸クロスとかあるので、なんか欲を言えばなんかもう永住目線なので内廊下とかやってほしかったですけどね、ここまで来たら、うん、ただまあまあまあ今じゃないとなかなか難しいですかね。まあ、どうしても北区の王子で8,000〜9,000だけど結構重いんすよね。まあ、重いんすけど、でも、うん、分かりやすく言うと、例えば王子知らないけど山手線の方行けば分かるって方だと、上野で比べると分かりやすいですかね、東側西側、まあ、西側池の畑ですよね。だから そっちの感覚ですね。王子も東と西で価格が違うのは当たり前なので、私だから今回別に坪単価の380って全然驚きはないんですけど、あの売りやすいか売りにくいかで言うと、なかなか難しいですね。時代的にまあ利便性求める方も多いですからね、その駅までの動線だとか日常の買い物とか、だからまあカメックスとかそういう方が今の時代には響きやすいと思うんですけど、でも永住目線 で考えられる方非常にいいと思いますよね。はい、ということで駆け足になっちゃったんですけども、飛鳥山レジデンスですね。ちょっと簡単にまとめさせていただきますと、王子駅の利便性を第一に求める方は合いません。ガーデンクロス東京王子だったり、王子飛鳥山ファーストタワーレジデンスですね。あちらを狙った方がいいです。王子駅を日常使いできる距離でありながらも、あの飛鳥山のすごく素敵な環境を隣で得たいと。今私がいるのは川口もっとこです。これ全然違いますから、すいません、日本撮りなのですいません。で西ヶ原駅を日常使いできる方、まあ王子を日常使いでもいいとは思うんですけど、やっぱ便利なのは西ヶ原なので、まあ、西ヶ原使う、まあ、南北線を日常使いできる方の方が合うかなと思います。もう京浜東北線でさっと東京出たいみたいな、そういう方は下の物件でいいと思います。まあ、もちろん王子がいいけど下はねちょっとねっていう方はあの上に上がっていってますね。価格は妥当性なんですけど、もうこの時代なんで坪380しょうがないです。下と上で価格が異なるのはもうこれはしょうがない。下と上とか、まあ東と西と言いましょうか、駅を挟んで、それはもうしょうがないです。王子界隈でこれまで出てきた物件どれもそうなので、ガーデンクロス東京王子より高いじゃんはまあ高くて当然なので、そこはですね全然デメリットでもなんでもなくて適正だなと思うんですけども、まあ、なんせ個数もそれなりにはあるので、まあなかなか若い方が容易に買える価格ではないので、まあある程度第一とかではある程度シニア層の方とか、まあ30代後半とかそういう方はね響くかもしれないですけどね、若い世代王子田の価格はきついですよね。おすすめなのかおすすめじゃないのかって言ったら、私個人的にはおすすめです。いろんな物件見てるので、こういうのがなかなかないのは分かるので、私としてはもうおすすめです。ちょっともう全然違う場面からの語りで申し訳ございません。飛鳥山レジデンスのですね、建設地周辺レポートと、見学後のですね、ファーストインプレッションでございました。いつも本当に貴重なお時間ありがとうございます。今回ですね、
記事の方同時公開いたします。こちらの動画の概要欄に URL を貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。